ちなみにゴロリは、料理の腕前皆無。ゴミだぞ、あいつの料理は。俺生まれて初めて、手作りの料理には基本的に、誠意を持って本当に美味しい、ありがとうって言うんだけど、<laughs> 一回切れたことあるからな。おめえのまジい料理はもう食えねえもう出す、たくさんだって。台所は汚れるし、飯はまじいし。切れたことあるからな、あまりにも料理がうまくなくて。 レパートリーが3つぐらいしかなくて。鍋。ずーっと鍋。<laughs> 普通に傷ついてたよ。なんでそういうこと言うのって言ってたからね。<laughs> おめえの料理がまジいのがいけねえって逆ギレした俺は。やっぱ女はさ、家事とさ、家事できなきゃ。見た目なんていつかはさ、口でいくものじゃん人間なんて。人類なんてみんなそうでしょ。 そういうさ、解消みたいなのが必要なんだよな。女性には <coughs>。この女性視聴者諸君はよーく聞いた方がいいよ。絶対的にさ、要。まあ、タレントさんみたいな、タレントクラスのルックスを持ってるんだったらいいけどさ、やっぱり、飯作れねえと。<laughs> 料理はうまくなるよ。いやでも料理って結構さ、あの、センス。ない ゴロリはだって、一年作ってたけど、一年まずかったからね。ちょうど365日目で俺は切れた。もうたくさんだって金ならいくらでもある外食しようつっ,って。切れたからな、ゴロリに。もうお前の作った飯は食えねえって、切れた。ある程度のレベルまで行くんだ。俺がやっぱ言わなきゃいけなかったんだよな。よっさんがお前のこと褒めさじゃあもうあいつ終わりだよ。もうあいつ NG だよ、じゃあ。 使い物ならねえじゃん。相手の褒められたことによるメリットは何もないから。死ねってっといて。普通に、普通の死ね。<laughs> 手際よく、上手く、両方は難しい。やっぱそうなんだ。そうなんだ。へぇまずかったものとうまかったものは、 俺ね、ただゴロリの作るハンバーグだけはマジでうまくて。てか俺が全部、俺のさ、おばばばが作ったハン俺、うちのばばが作ったハンバーグ世界で一番うまいんだけど、それを俺は伝授して、あ、ツイートしろ、合わせてた。<laughs> ツイートいらないでしょ。気づかれたくねえよ、なんか。シャッ いや、ハンバーグうめえよな。手作りのさ、あの、玉ねぎがでかめのハンバーグめちゃくちゃうまくないすべての具がでかめのハンバーグです。なんからその点さ、カレーとかの人参のさ、大きさをさ、でかけりゃいいみたいな。ゴルフほんとちょっと馬鹿だから。すべてでかけりゃいいみたいな感じでさ、俺とにかくその、カレーとかシチューのさ、じゃがいもとかはん、あのー、 人参はさ、ちっちゃめに切って欲しいのにさ。あいつすべての具を、ああ、うまくねえや。三分の一食って捨てで。うまくねえもんだって。ダメだ。やっぱ外食しなきゃダメだよ。<laughs> ダメだわ。うん。オムライスでうまくねえって、あ、もうダメ。あそこ潰れるな。唐揚げだけ食っときやるか。小さいじゃがいも丸ごと入れるやついるような、あれちょっとゴミだよね。野菜、 が食えねえ男のこと考えてくれよって。んうん。辛いよくったらちょっと回復した。野菜苦手なんだよね。つつかもうかれこれ。一年ぐらい。なんか野菜をメインの料理食ってて今、ずーっと肉を食い続けてる。今日も朝の4時に起きて。 うわ、早起きした、ココス行って肉食べようと思って、すでに食ってくれたわ。